静岡ブルーレブズの新監督に就任したのは、日本代表の評価委員長やチームディレクターを歴任してきた藤井雄一郎さんです。会見で藤井新監督は、選手の潜在能力は他のチームと変わらず、そこを上げていけば良いチームができると意気込みを語りました。その自分の得意なところ、まあ、強みを、個人もそうですしチームとしてもそうですし、まあ、そこをしっかり磨いてトップ4にしっかり入れるチームを、作っていきたいなと思います。今後チームは強化合宿を行い、12月9日にリーグ初戦を迎えます。